皆さんこんにちは、ゆきです。殲滅試験作戦ピンチアウト追加タグありの600点クリア参考例です。編成はこちら。使用するスキルはムリナールとフィリオプスですね。ムリナールの S3 は5回発動で、下の赤い線のところ、1箇所あると思うんですが、そこでフィリオプスのスキルを使います。まずはコスト回復役の天人化とテキサス、そしてムリナール。今回テキサスは S1 なので自動スキルですね。で、右からエンジニア出てくるんですが、まず1回目の賃金座のタイミングなんですが、今画面に出してる、このピンクの丸のところ、この辺りに来たら、この辺ですね。この辺で発動お願いします。じゃないとエンジニアっていうのは、起動していないパワードスーツ回復しすぎるっていうのもあるので、この辺で発動しておいてください。で、ここからは、もうタイミングは関係ないです。使えるようになったらすぐに発動で大丈夫です。ちなみにフィリオプスの素質 SP 加速入っているので、フィリオプス使っていないって方は、ちょっと、動画とは違うタイミングになると思います。で、最後、天人が撤退、星熊。これだとはもう、使えるようになったら無理なるスキル発動していく。そして赤い線のところで、フィリオプスの回復入れるっていう流れですね。イベント初日にアップした追加タグなしの600点クリア参考例に比べると、すごいシンプルになったというか、より簡単になったかなっていう感じですね。ムリナールのスキル、特に初動なんですけども、私の動画では削り切れてるのに、自分でやったら削れてないっていう場合は、ほぼほぼムリナールの特性っていうか、解放者の特性を、理解してもらいたいなところであるんですが、徐々に攻撃力上昇していって、その最大値になるまで時間40秒かかるんですよ。そのためのエフェクトっていうのもあって、半分になったところで、なんかスマホチラ見するじゃないですか。で、最大値になった時に剣がこう燃えるんですよ。そういうエフェクトもついているので、その辺はね、確認してもらいたいなと思います。あとは、テキサス Y モジュールをなんでつけてるかですよね。テキサス Y モジュールつけていると、コストの関係でオペレーターを早く置けるので、それで最大値になるまでの時間も稼げるので、動画でつけているっていうことは、何かしら意味があるってことなので、動画でつけてるけど私は大丈夫だろうみたいな感じでやると、もう同じようにならないってことになるので、編成の画面しっかり確認お願いします。テキサスだけじゃないですからね。星グマも Y モジュールつけてるってことは、ブロック数必要やなっていうふうに思ってもらった方がいいかなと思います。そうじゃない限り、私は基本的に星クマ Y じゃなくて X つけるので、 Y つけてるってことはブロック数必要って感じですね。で、この辺まで来たら、この最後の今星クマでブロックしている、球体の敵と、あとロケットランチャーですね。で、この球体の敵倒したら残り敵2体になるので、このロケラン通して終わりになります。この球体の敵を倒すまでは、時間稼ぎしたいので、フィリオのスキルも忘れずに発動お願いします。すごいシンプルな攻略で、使用しているオペレーターも、いつも私のチャンネルで、使っているオペレーターばかりなので、ぜひね、参考にしてクリアできたら嬉しいです。もしね、この動画が参考になったよって方いましたら、ぜひチャンネル登録やグッドボタン押してもらえると嬉しいです。また次のイベント、次の動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。